突如出現した超大型巨人および鎧の巨人によってカラネスクの扉は2つとも破壊されました。現在東区より避難する住民が押し寄せてきています。退避経路を確保せよ。駐屯兵団前線部隊は全兵力を東区に集結させ、住民をウォールシーナに誘導せよ。みんな急げ、住民の避難が最優先じゃ。はっ。ダメだ。ウォールシーナの扉を全て閉鎖せよ。避難民を何人たりとも入れてはならんぞ。はっ。それはウォールローゼの住民を、人類の半数を見殺しにするとのご判断でしょうか。先ほどその者が言った通り、内戦が始まるだけだ。中央政府が機能しなくなる恐れもある。そうなれば終わりだ。しかしそれはあくまで可能性の話では。その可能性があることが重大なのだ。我々は最上位の意思決定機関であるぞ。さっさと動かるか。俺はウォールローゼの人間だ。扉の閉鎖は阻止させてもらう。すまん。私も加勢しよう。ドリス・ザックレイ。彼らの判断は意外だったかの、ザックレイ総統。いや、ちっとも。ザックレイ、これは一体。先ほどの報告は誤報です。ご安心ください。今現在巨人の襲撃は確認されていません。な、貴様、何の真似だ。首謀者ならわしじゃ。ピクシス。中央憲兵の大半はどこかへ出払っておるようですな。それを幸いというべきか。どういうことだ。先ほど駐屯兵団と調査兵団は同調していないと申し上げましたが、一言言い忘れましたわい。あなた方にも同調していないと。わしはこのエルヴィンと同じ思いを持ちながらも、結局はあなた方政府に任せる方が人類のためになるのではという迷いがあった。おそらくわしらよりずっと壁や巨人に詳しいでしょうからな。もしあなた方がより多くの人類を救えるのであれば、エルヴィンを処刑台に送っても良いと思っておった。当然場合によってはわしらも首を差し出す覚悟もあった。じゃが今あなた方が答えをくれましたわい。たとえ巨人の力や成り立ちに関して無知であろうと、我々の方があなた方よりは多くの命を生かせましょう。バカなことを。ここを制圧したから何だというのだ。民衆が従うと思っているのか。民衆は王に貸し付くのみだぞ。地方の貴族も黙っておるまい。どうやら理解しておられぬようですな。これはただの脅しではない、クーデターじゃ。中央憲兵の制圧完了いたしました。うん。兵というのは時には王より上官に従うものでな。そもそも偽の王であればなおのこと、我々は真の王を立てるつもりです。まさかそこまで。こんな詐欺のような真似がまかり通ると。これが本当に非常時であったなら、あなた方の先ほどの判断こそ人類憲章第6条違反。さらに偽りの王を立て政治を私したことを加えれば極刑に値するかと。うわ、くそ、起きろ、ホイモリ。なんじゃ、飯か。黙れ、この役立たずが。